私がジンバルで使っているマニュアルフォーカスレンズを紹介します。 My Favorite Vintage Lenses。 今回はミノルタ MC6COL PF58mmF1.4 です。ライカレンズ以外では初めてのヴィンテージレンズになります。もともとライカレンズに興味を持っていたこともあって、同社にレンズ供給していたと言われるミノルタのレンズに興味が湧きました。レンズはマウントアダプターを介して接続します。私はこれを入手しましたが、あまり良い加工精度ではありませんでした。この個体、わずかに曇りの見られたレンズでしたが、それ以外は年代なりの外装かなという程度で、価格面含め納得のいく状態でした。カメラにマウントします。ジンバルで運用する際には手ブレ補正のレンズの焦点距離設定を忘れないようにしてください。やはりマニュアルフォーカスレンズは心地いいですね。フォーカスリング、絞りリングを回して自分の作画意図通りに撮ることができます。私の入手した個体のフォーカスリングはやや固めで、絞りリングは特に硬いです。でも映りがいいので全然気になりませんね。でかい前玉ってかっこいいですよね。開放は何か印象的なカットを撮りたい場合に開けるとエモい絵が撮れます。絞れば四隅までカリカリに描写します。このレンズ、実はずっと使っていなかったのですが、最近フォローフォーカスを導入したので使ってみようと思っています。 62.5 から 64.5mm のギアリングがぴったり合いました。他のレンズにも取り付ければレンズ交換しながらフォローフォーカスを楽しめますね。映像作例を追って撮るので乞うご期待。今回はこのレンズを入手した頃の映像をご覧ください。適宜コメントを入れます。